こんにちは、賃貸の正木の足立です。本日は愛媛県の駅から近い単身用のマンションのご紹介をさせてもらいます。こんな感じですね。今ロフトにいております。こちらで寝ていただくことも可能ですし、また別の部屋として利用することも可能なおしゃれなお部屋となっております。割とねロフトを憧れる方も多いですよね。はい、そしたらお部屋の方に降りていきますね。でロフトがあってもね、結構広々としたお部屋になってますので、ロフトで寝るような形をとりましたら、この辺のスペースもう丸々使えますんでね、広々としたお部屋になるんじゃないでしょうか。ではバルコニーですね、こちらは4階のお部屋になりますので結構明るいお部屋となっております。洗濯機もねバルコニーに置いていただくような形となっております。はい、で備え付けのエアコンこちらございまして、こんな感じで、ブロックガラスで明るい取りになっておりますので、これもね明るいお部屋の一つの理由になっておりますね。でロフトの下にはねこんな感じでクローゼットタイプのものになっております。洋服をかけていただいて、下の方もね結構棚ございますんでね、十分になぐらいかと思うんですけども、これでもさらにもう一つこんな棚もございますんでね、こっちの方はねどちらかというと、おしゃれな雑貨であったりとかそういうようなものを置いていただくのもいいんじゃないでしょうかね。でキッチンの方なんですけどね、お部屋の方とこういった感じで仕切れるようになっておりますので、非常にお部屋とキッチンの方を分けることもできますし、でもらったら非常に開放感のあるお部屋となりますね。でキッチンの方はこんな感じですね。 IH コンロ備え付けとなっております。冷蔵庫の方もついておりまして、こんな感じで横にも棚がございますんでね、お料理関係の調味料とか置いていただいてもいいのかなと思います。でこちらのはユニットバスになっておりますが、洗面台とかね鏡の方もございますんでね、こちらの方で顔を洗っていただくことも可能です。で、結構ねキッチン周りゆったりとしております。この辺もねちょっとした棚を置いていただいてもね十分広いキッチンスペースとなります。はい、でもう一つですね、こういった押し入れがございますので、特にこのお部屋はね非常に収納豊富なお部屋となりますので、荷物多い方ですね、こんなお部屋はいいんじゃないでしょうか。で玄関の方はこういった形で下駄箱備え付けとなっております。これでお部屋のご紹介が終わるんですが、愛媛駅の駅から非常に近いところになります。単身の方、電車通勤される方に関してはこんなお部屋はいかがでしょうか。家賃の方もね、非常にリーズナブルになっておりますので、また条件の方、弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のご来店をお待ちしております。